よろしくお願いします。国際大会は一度しか経験できない舞台だったので、まあ相方と全力でまあ楽しんでやりきろうということで、まあ、4日間頑張って毎日、まあ、苦しいモジュールばっかりだったですけど、楽しんだ結果がついてきたので最高に楽しかったですね。国内大会ではまあ味わえないスケール感と、まあ、各国の選手と競争し合えるので国際大会ならではだなっていうのはありました。感動的な出来事はですね、やっぱ閉会式の規模の大きさですね。で、まあ、名前を呼ばれた時はですね、もうとても嬉しかったです。完成を見に回った時にはですね、まあ、3位入賞かなっていうぐらいの相方とは話をしていたの で、あの3位が違う国の名前呼ばれた時はちょっとガクンとなったですけど、2位で名前呼ばれた時はもうまさかだったので、はい、驚きがどんどん勝ちました。国際大会は一つ一つの項目の工程のですね、規模がやっぱり一つ一つが大きいので、それに対してモジュールが一つずつ厳しいので、やっぱり体力勝負のところで、それに加えてスピード感と正確さっていういろいろ必要とされる部分が多かったので、やっぱりそこにたどり着くまでは厳しかったです。大会の競技開始までがもっと厳しいかなというふうな雰囲気がですね、夢だったんですけど、気持ち会場はふんわりじゃないですけど落ち着いた感じだったのが少しそれは驚きました。ライバル国とかであったり、大会前はですね、やっぱりお互いバチバチの部分があったんですけど、その閉会式終わってからのアフターパーティーであったりとかではやっぱりみんなですね、楽しくワイワイすることができました。世界大会は一度中止とかなったんで、モチベーションの保つのがちょっと難しい部分もあったんですけど、その一つの目標に向かって頑張るっていうのは良かったかなと思います。もともと延期で1年延びていたので、その会社の方であったり家族の方であったり、その関係者の方々がこんだけ負担してサポートしてくださったのに中途半端で終わるのは情けないなっていうので、まあ、かっこよく終わろうっていうので頑張りました、はい。少し作業についてなんですけど、まあ、ちょっと時間勝負というところもあるので、ちょっと一つ全部丁寧すぎる部分が自分の中ではあったので、少し手を抜くじゃないですけど、作業についてもメリハリをつけたらその作業効率も上がるっていうのはやっぱりこの国際大会で気づけた部分かなと思います。後々の工程を考えるとそこは省いてもいいのかなっていう、後のことも考えて動けることができるかなと思いました。相方の魅力はもう自分のムードメーカー、2人だったですけどムードメーカーでした。その大会中もですね、厳しい部分もあったですけど明るさがあって励ましてくれました。まあ、この国際大会出たからには技術を恥じないような造幣師になりたいなと思います。仕事ではその何気なく過ごすのではなくて、1年間でこういったことを覚えようとか、近い目標で1週間でこういうことを目標にしようとか、常に学習する能力を自分の中で持って過ごしたいなと思っています。頑張るときはですね、エキスパートや指導してくださっている方しか見てないですけど、一人で練習していても、まあ、その過程を自分の練習の過程を見てくださっている方はどこかしらにいると思うので、その結果どうあれ頑張っている姿っていうのは自分の将来のどこかしらで輝くと思うので、まあ、頑張ったら結果にもつながると思うので、そこを怠らずにその大会ではいい成績を目指して頑張ってほしいと思います。